おはようございます皆さん。今日はね、いろいろあったんですよ。パンをアルミホイルで包んで紙袋に入れて火つけて温めたりとか、牛乳パックに入れて温めてみたりとか。で、今回はですね、普通にいい加減そろそろちゃんと普通に火をつけてアルミホイルくるんで炙ってパンを食べようっていう、ちょっと個人的にはまあリベンジ的なことをしていこうかなと思います。で、パンをアルミホイルでくるんで、で火つけて炙ってきていきます。じゃあ、くべってきます。まあ、これでね、しっかり火が入ると思うんでね。なんか外だとちょっと言葉数少なくなっちゃいますね。こうやってちょっと、まあ、焚き火的なことしてると落ち着いちゃいますね。
れでもうちょっと炙ったらなんか開けていこうと思います。こんな感じになってますね。まあ炙ってるんで、まあ、ちょっと焦げてる部分もありますけど、まあ今までの紙袋とか牛乳パックよりか全然いい形だと思うんで食べてみたいと思います。ちょっとこれ裏なんですけど、丸焦げになっちゃいましたね。ちょっと当てすぎましたね。パンだからもうちょっと簡単で良かったのかもしれないですね。まあ完食はしていきます。まあでももっと簡単に炙っていいってことが分かったんで、次からはそうしていきたいと思います。まあでも食べれないことないんでね。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。最後まで見てくれた方ありがとうございました。他にもね、まあこれよりもうちょっとまともなっていうかマシな動画もあると思うんで、他にも見てもらえるとありがたいです。それでは失礼します。ありがとうございました。